初詣,初詣、初詣、初詣とは、年が明けてから、初めて神社や、寺院などに参拝する行事。一年の感謝を捧げたり、新年の無事と平安を祈願したりする。初参、初参りとも言う。もともとは、年ごもり、年ごもり、年ごもりといい、課長が祈願のために、大晦日の夜から、元日の朝にかけて、宇治ま神,神社に籠もる習慣であった。 やがて年子盛りは、大晦日の夜の、除夜参りと元日の朝の、元日参りとの二つに分かれ、元日詣が、今日の初詣の原型となった。自称5年に、源頼朝が、鶴岡赤宮に参詣したことが、初詣が広まるきっかけに行ったとの指摘もある。江戸時代末期までの元日の謝辞参拝としては、宇治神社に参詣したり、居住地から見て栄光に当たる謝辞に参詣。 えほうまいりしたりといったことが行われた。年号盛り形式を踏まず、単に舎児に元日まいりを行うだけの初詣が習慣化したのは、それほど古い時代ではなく、明治中期のこととされている。また、うじがやえほうとは関係なく、有名な舎児に参詣することが一般的になった。俳句で、初詣が季語として、再遺期に採用されたのは、明治末期であり、実際に、 初詣を読んだ俳句が登場するのは大正時代以降であるという。また現在でも、除夜に一度宇治神に参拝して一旦家に帰り、元旦になって、再び参拝するという地方がある。これを二年参りという。江戸時代までは、元日の絵法参りのほか、正月月末にかけて、信仰大将の発縁日、初う、初見初大師など、 に参詣することも盛んであった。研究者の平山登は、絵法、縁日にこだわらない新しい正月参詣の形である初詣が鉄道の発展と関わりながら明治時代中期に成立したとしている。関東では1872年、明治5年の東海道線開通により、従来から信仰のあった川崎大使などへのアクセスが容易になった。 それまでの東京、江戸市民の正月参詣は、市内に限られていたが、郊外の有名社寺が、正月の恵方参りの対象とみなされるようになった。また、郊外への正月参詣は、降楽も兼ねて行われた。平山によれば、初詣という言葉は、それまでの恵方参りとも、縁日、二十一日の初大使とも、関係のない川崎大使への正月参詣を指すのに、登場したといい。 1885年、明治18年の満長報記事を関係の書室と紹介している。鉄道網の発達に伴い、成田山新勝寺など郊外、遠方の社寺にもアクセスは容易となり、また、京成電鉄や京浜急行電鉄、成田鉄道、現、JR 成田線など、参拝客輸送を目的として開業された鉄道会社も登場した。 競合する鉄道会社間、国鉄を含むでは、正月の三景客を誘引するために宣伝合戦とサービス競争が行われた。当初は鉄道による有名車寺への恵方参りの利便性が押し出されたが、年ごとに変わる恵方に対して、初詣という言葉がよく使われるようになり、大正時代以後は初詣が主に使用されるようになった。関西では、 もともと絵法参りは元日よりも節分に盛んに行われていた。鉄道会社の集客競争の中で正月三景にも絵法が持ち込まれるようになり、関西の人々は節分の他に元日にも絵法参りを行用になった。しかしながら、鉄道会社が熾烈な競争の中で自社沿線の神社仏閣を命名に絵法であると宣伝し始めたため、やがて絵法の意味は埋没した。 大正末期以降、関西では方角にこだわらない、初詣が、正月行事の代表として定着した。社寺へ参拝を行って、社務所でお守り、浜屋、風車、熊手などを受けたり、絵馬に願い事や目標を書いたりして、今年一年は良い年であるよう祈る。昨年のお守りや浜屋などは、この時に社寺に収めて焼いてもらう。また神社によっては、境内で、 甘酒や幹などが振る舞われる。各地の初詣の模様は、12月31日より1月1日早朝に、かけて NHK 総合テレビの長寿番組、ゆく年来る年などで、毎年中継されている。初詣の対象は、神社、寺院のいずれでも構わないとされている。これは、明治時代初期に、神仏分離が行われる前は、神道と大乗仏教並びに、 それへ信仰が一体化した、神仏集合による信仰が一般化してたためである。つまり、初詣に限らず、写辞への参詣に、神道、仏教の区別は、あまりないとされていたことの名残である。初詣には、定められた規定は、特にない。デジタル大事前の定義では、年明け最初の参拝を初詣としている、時期や期間については、触れていない。 年が明けてから初めて神社や寺院などに参拝する行事であるため、年内ならいつ参拝に行っても、その参拝が年内最初の参拝であれば、初詣となる場合もある。一般的には、正月三が日,日に参拝するのを初詣と言っているが、1月中に参拝も初詣とする考え方もある。また、回数に関する規定もない。 多数の神社仏閣に参詣すれば色々なご利益があるという説もあり、その場合神社仏閣を特に問わない。例えば、西日本の一部地域のように三社参りなどといって、正月三が日,日のうちに複数、多くは三社度の神社に参拝するのが習慣となっている地域もある。宗派による考え方の違いが大きい、うう,う。初詣を行う年齢層にはばらつきがあり、 能率が2006年12月に行ったインターネット上のアンケートでは、初詣に毎年行くと答えた年齢層の割合は70歳以上が59.1%だったのに、対し20歳代では44.4%に止まっている。さらに20歳未満では75%がほとんど行かないと回答している。このためか、若年層向けの情報誌では、 初詣特集にもかかわらず、初詣の後の食事や買い物を取り上げ、初詣そのものはメインにしないものもある。2016年の初詣の参拝者数上位10社時は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。